こんな時間。私先に寝るわね。うん。おやすみ。おやすみ。第1話ロフト百景。ようこそカフェウォーリーへ。わお。ようこそシネマウェンデー。映画みたいな秘密基地って憧れる。僕も。じゃあ。わお。よし、じゃあババ抜きね。あ、待って待って。よし。あれ？おはよう。おはよう。ロフトにはいろんな楽しみが広がってる。住まい探しはアットホーム。楽しかったですね。楽しかったです。なんかセットもすごく可愛かったし、舞台の上にセットが立ってて、そこで、ウォーリーとウェンダのこの2人の生活というか、なんかそれを楽しく演じられたような感じがします。はい、私でも、あとバルコニーがあるといいなと思って。いいね、僕家であんまり暖房つけないんですよ。はい、なんか乾燥というか、だからやっぱ床暖はね、本当いるなって感じがする。いいですね。最近花屋さんで、花束じゃなくて、ポットに入った土が入ってる花、だから花壇に植えなきゃいけない花を買っちゃったんですよ。だから本当置いていくだけっていう、ちゃんとこう育てるというか、植える花を買ったので、それが入る小さな植木鉢を今探してます。なかなか外に出れなくなって、今までこう欲しいものってなった時に、例えばこんなことに挑戦してみたいとか、こんな新しいものを買いたいという、割とこう内側にこう目線が勝手にいくというか。なんか3シーターのソファーが1個あるんだけど、1台こう大きいのがあって、なんかそこにもう1個こう2シーターの置きたいんだよね。その全然違う素材のソファーとかを1個そこに2シーターので置いて、こう L 字にしたいなと思って。あー、かっこいい。それでもずっと探してるけど、なかなかこう家具もこの家探しとかもそうですけど、巡り合いじゃないですか。だからそれで今探してるものですね。